はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、第13のしずく、マガツヒ、マジ一番嫌いここ。骨董屋ですね。また北条蓮でビデオを見ながら侵入してくる音量を阻止するということをやっていきたいと思います。ルイ、ミウ、ミク、ヒソカ、そしてユリ、山に捕らわれていた柱たちは全て戻ってきた。しかし柱を失った氷上山からマガツヒが迫っていた。レンは一人眠る仲間を守ろうとする。これもう買っていきたいんだけど、なんか90とか買っていきたいんだけど、1枚か、本当に1枚なんだね。結構ポイントあっかんな。でもまあ射撃を鍛えることを最優先にしよう。13のしずく、マガツヒ、北条蓮。深い眠りにみんな落ちていました。レンは一人監視カメラに向かう。今山に起きている真実を調べなくてはならない。迎えが来る前に。これ周りのさ家とかどうなってんの。だってに一軒家ってわけじゃないからね、ここ。まだ真夜中のはずだ。色がやだ、めっちゃ怖い。一箇所に集めとけよ、マジで。こいつら全員どうせ寝てんだからさ。この二人は一緒だ。監視カメラのあるところに全員集めておけ。うわ、この夕日。以前山鳴るのように氷上山の異変かもしれない。迎えが来ている。監視カメラで見張っておこう。待って、どういう状況か見よう。復眼射撃で、これは別に許可フィルムとかがあるわけじゃないからそこは気にしなくていいけど、出力が弱いな。連射、あー敵の動きが遅くなるのか。それはいいけどな。ちょっと出力上げよう。攻撃力を上げたい。連射っていうか速射か。感知も上げたいんだよな。いや、まあ、まずは攻撃力、ちょっと7万溜まったらもう一回攻撃力上げよう。来る。うお、来たか。来てんのかよ、早えな。どう無駄なことしたな。2人入れてここ出力が1段階だけ上がってるかな。倒してたか倒してねえたか分かんねえよ。基本練習無駄遣いしすぎてるからな。だがそれほどまでに、ここはよし、倒した。何匹いた今全部で。来るか。はい、何発入る。2発しか入んねえんだけど。来た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 。こいつでもフェイタルが長えな。うわあ、ちょ待って。僕さ、監視カメラがどうとかって問題じゃねえな。2階のとこね。なんやねんこいつ。普通敵じゃねえかよ。どうなのこれ、4連射って
めちゃくちゃ吸収されたんだけど。来るか。フェイタル狙いつつここで仕留める。倒した？まさに来てんのかよ、しぶといやつだ。てかフィルムさ、ここさ補充できんの？やっか。これでちょっと待ってね、射液7万ポイント持ってんな。これはもう行こう、一気に出力を上げる。さよなら。で、まあ、2階に上がりたいんだけど、どっちから行く？普通にこのまま行くか。2階の倉庫ってこっち側は有利の部屋だけど、あれどこだ？ここだってそうだよね、有利の部屋で逆だし、一番奥だったか。いまだにここの部屋の構造がつかめん。え、ここにはいるわけじゃないのか。読み子と書かれた古い本、名婚有婚と関連して各地に伝わる話に死者の子供の話がある。これらは読み子、読み子などと呼ばれ人々に恐れられている。読み子、ある時里に住んでいた娘と恋仲だった男が山で行方知れずになった。娘は毎日のように山のお社に通い、男が戻るよう願いをかけた。何年経っても男が戻ることはなかった。10年が過ぎた頃、娘は正気をなくし、いないはずの男に話しかけ暮らすようになっていた。ある日、里の者が娘が身ごもっていることに気づいた。娘に聞くと、行方知れずの男との間にできた子だったという。別の男の国家と噂する里の者をよそに、娘は一人出産した。生まれた子は行方知れずの男と同じ髪、同じ目の女の子。男は迷い込んだ偉人であり、里の者に10年前に殺されていた。娘が言葉を覚えた頃、娘は里の者にこう言った。なぜ父を殺した？そういうこと自体も知ってんのか。異常は見当たらない。部屋に入っていった例は見当たらない。マジかよ、もうこいつら。一回撃っとこう。フェイタルを狙うか。ちょっとどうなってる。はい、もう一回撃ちたい。もう一発は無理か。一発だけ出しといて、近い。ただ大した攻撃力じゃないな。てかさ、マジでさ、倒した。ちょ、こっちか。どこだ、もうタンスに触れる。雑魚的だな。でもちょっと、一音がもう24枚か。もう一回監視カメラのところへ行けばいいか。61って何枚あるんだっけ。24枚か。装填速度が遅いんだよな。61でしのごう。出力が上がってるからな。ルイ、本を抱えている。抱えているっていうか、本を下にして寝てるだけだろ。眠る前に読んでいた。北見山は古くから水をご神体として祀ってきた。山頂の彼岸湖から流れ落ちる大量の水は川となり、滝となり、山全体を包む霧となる。人々は循環する水を信仰し、水は魂の源、魂の帰る場所。そして水や湿度に包まれたこの風土の中で、全ての存在が水でつながっているという信仰へ発展した。人々は自然を恐れを病、共に暮らしている。それこそがこの国の人々の根を表すもの。確認。大丈夫。監視カメラ。やだ。氷上山。この山に水をご神体として祀る。早くね。前よりこのあれが。おお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 。ちょっと待って、また喋ってるとこなんだけど。誰今。あれだったよな。多分。
ユーリちゃんだったと思うんですけど。あ、ちょっと待って、いいんだよね、こっちから行くか。どうでしょうか、ちょっと待って、こうやって大体取るとさ、なんか出てくるよね。ユーリの日記。許さないという言葉で私の意識は戻った。踏みにじるような一方的な強い言葉、強い言葉だから理不尽だったから心が動いたのかもしれない。でも本当に残ることを決めたのは小さなこと。ひそかさんが好きな言葉、人生は時にはコーヒー一杯の温かさの問題。どこにもあるような小さなことだけど、私は小さなことにずっと気づかなかった。確認。特に興味当たらない。ベッドの下に何か落ちてる。ユーリが読んでいた本。いや、嫌だ。絶対来るでしょ。ほら。それはもう読めている。お前、変態だな。そういえば。このゲームには何体か変態がいる。お前もその一人。ちょ、待って待って待って。ここの肉を切らせて、骨を断つ。のたうち回れ。一発か。ここはもう消え去れ。ちょっと覗くんなってなかった今。のた打ち回ってるところ、本を読もう。北見山で行われていた水に対する思考、むぜえ画面が。この国の自然への考え、そして静止化に深く根付いた。こんなやつは無視だ。水から生まれた魂を水へとキス、自然から授かった魂をキス。正しく死ぬためにこの山に触れ、死ぬことは正しいと信じられていた。死ぬことさえも含めた自然の情景を感じられる。お前は消えるのにだいぶ時間かかったな。あとなんかもう少しアイテムなかった？あ、このあれに反応してたのか。ちょっと一回万葉を使おう。ここはフィルムの補充ができなそうだから、最初から数枚持ってきても良さそうだね。結構4連射使っちゃってるけど、無駄遣い感がすごい今のとこ。どこだ。ちょっと待って、ボタン間違えた。ここ誰かいたっけ。どこに誰がいるのか分かんなくなってきた。さて再び監視カメラ。かつて氷上山に伝えられてきたもの、それは独特な静止化に根ざした習わし。人々はそのために氷上山へ集い、命を水へと帰した。それは自ら死ぬということ、自殺の名称。自ら生まれた魂。あ、いる。あ、はるかちゃんじゃん。ただ誰かのとこにいたってわけではないからね。この山の水に触れて死を迎えること。これ監視カメラの場所を見てた方がいいな。右上にあるミニマップの。いるね、左に。誰かの部屋に来ているというわけではない。はい、ここは別に通路でしょ。どこの部屋に入り込むかだよね。それとももう先に先手を打ってぶっ倒しに行くべきか。ここ左に揺れてんの。そうだよね、多分あそこへ行けということか。それかここか。ここの通路だな。あの2階になるのか、ここの長い通路。行こう。ここはもう先手を打つ。おお先手を打たれた。結構びっくりした。そうだから嫌なんだよここは。てかフェイタルが入っ
出なかったな。なぜだ。これはるかちゃんじゃない、どっち。はるかちゃんかやっぱり。よしここだ。いやペーテルが全然入らん。あー入ったか、入んないか。ちょっと体力的にまずいな。万葉飲もう。61か10枚か。いや無理か。ここのな タイミングが取りづらい。あこれか首かっきりとさ、これどうなんだっけ。あれ俺の体力がやばい。なんか一応行くとこ。あれなんかペダルなんだ。残り61が6枚。溜まってないんですよ。倒したか。プレオ。はるかちゃんではない、どっちだ。てかもう誰かわかんねえ。首を切る。そういえば最近あれ見たんですよ、無限列車。ちょっと今更感はあるんだけど見てなかったんで。じゃ炭治郎がさ首を切ってさ現実世界に戻ってくるっていう、あれを今思い出した。相当なことだよね。ちょっと待って、銅が入った。もうそろそろやだよ、そろそろやつが来るからな、身構えておかなくてはって言ってるとめちゃくちゃビビらされるんだよな。やだ、うん、いた、こいつか。先手必勝でいこう。ここももうねビビらされない。そのためにやつは90を投入する。どこにいる、これ待ってるわ、こっち来んのかな。でも監視カメラはもう見たくない、絶対やだ。どこだったっけ。どこだ、やつは、やつはどこだ。なんかアイテムっぽい反応があるけど、行かなければいけないか。これ鏡石か。あおう、うっざ。しかしこれは取っておこう。まあ、鏡式結局一回も使ってないけどね。どこにいた。見失ってんな、見失ってるっていうか、ひそかちゃん、無事。カメラ、おっとちょっとうざいんだけどこいつ。やはりカメラを見ないと、ちょっと待って、カメラ見ないとダメ。間に合わなかった、あと少しで手が届くと思った瞬間明かりは落ちていった。明かりを救うことができなかった、許して。明かりを追い詰め最後のきっかけを作ったのかもしれない。死んでいることが分かってよかった、ありがとう。無理に明るい声が返ってつらかった。家族への電話を切ってから自分が壊れて水になったように次第に涙が降ってきた。あ、ユーリーはもういるんだ。
この時には。仕方ない、監視カメラ元へ戻るか。あいつここ来てなかったっけ、ここの階段あたりからこっち来てなかった。いやもうやだよ、もう監視カメラ見たくないよもう。いやでどこだよこれ。だからいないよね。書いてあるけどさ、店舗側とかさ、中廊下とかそんな余裕がない。ここ事務所第一倉庫、庭の廊下、勝手口か。ここ、うわ来たー、奥廊下いいだろう。あれマジでビビるよ。奥廊下をまずどこにあるのか。2階だったか。じゃあここが坪庭廊下、ここ勝手口ってことは多分2階だな。奥廊下ここか、左側から行くか。体力は血をマックスにしておこう。最強の天敵だから。背の高い女、こっから登って、ここから登っているの本当に。どこだ、有利のところではない。いや室出てこねえな。寝室鬼没だ。いない。密かの部屋だって見たしな。第二倉庫まだ行く。ここは密かの部屋。あいつうろついてんのか。また監視カメラ見んの。監視カメラを見ないと先へ進まないか。いやマジか。やだよもう。送ろうか。ユーリ、え、待って、音どこでしてんの。え、うち俺と、あ、俺とだ。お前ちょっと一発だけ、ちょ4発打ちたよ。もったいないもったいない。90、61を使おう。回避、狭いところでやるの嫌なんだけど。待ってね、来るか。あー消える。あー早かったな。あと2枚しかない。回避回避回避って何が。2人入れ。もはや分からん、狭すぎんだ。とにかく撃とう。なくなった、一応でいくしかない。どう、2人いるからさ、どっちどっちか分かんねえんだけど。よし、こう超ギリで溜まったっしょ今。フェイタルでも叩き込みまくる。もう一発行きたいんだけど。まだ生きてるか。あ、死んだ。消える。
よし、ここ倒した、倒した、よし。めっちゃもがいてたじゃん、最後。500円、500円になってんのかな、これ。またノートがある。どんだけ怒ってんの。眠る前に書いてきた。これで本当に終わりかもしれない。体がどんどん冷えて血が透明になって水のようになる。体中の水が低い山なりと共鳴している。動けなくなっていく。先生だけでも逃げてほしいと思ったけど、もう先生は逃げられない。まれびとになってしまった。選ばなくてはならない。選ぶということは選ばれなかった方を捨てること。先生にそんなことできないかもしれない。でももう手遅れ。誰かを選ばなくてはならない。誰かと共に終わらなくてはならない。ルイは目覚めない。ちょっと待って、18枚か。まあ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 、あとどれくらい戦闘があるのか。ああ、ロードが入ったな。いる、榊。いいだろう。お前を見とってやろう。ちょっと待って、お前ここにいんのかよ。というか、扉が閉まってた。今のは写真が撮れたのかな。我が友よ。どっか消えちゃったね。うん、来たか。完全に泥とかした。突っ込んでくる。よし、ここいいね、いいね。めっちゃ取れるわ。ワープした。おっと、ちょっと待って、どっちが早い。俺が早い。ダメージ入ってなかったな。ただなんてことです。どこ行った、なんか見えねえんだけど。あ、消えてや、消えるな。体柔らかいな、こいつ。一発撃っとこう。カシャ。一発撃ったのも失敗のもとだったな。残り10枚ちょっとしかないからな。どこだ、なんか上にあんな、反応が。来たか。よし、ここはチャーってなんだけど。倒した。あ、榊、お前の最後見とってやろう。うお、めっちゃ見開いてる。この者も結ばれなんだか。榊がいたところ、ちょっとどこだ。別に榊がいたところじゃない。いや、榊がいたところだよな、多分。どれ分かりづら。あ、トイレ？もしかして。ちトイレじゃねえし。反応がなんだ、どこにあるんだこれ。やっぱ下か。ここの榊がなんかやってた。こうなんか出てくる感じではないんだけどな。え、全然わかんねえ。全然見えねえんだけど。上とか、え
本当にわかんねえ。トイレ入れないもんね、だってそもそも。トイレ入れません。これこっち。いや、絶対あいつがいたとこだろう。なんか置いてある？置いてもないしね。カウンター取るっていうのも出ないからな。もうちょっとこっちの方に行ってみよう。てか今さ、こうやってるけどさ、監視カメラ大丈夫か？もういいや、わかんねえ。榊こそさ、90で倒せばよかったかもしれない。ルイは目覚めない。ちょ、もうどこだよ、やっぱテンポが全然いかれてんな。いや、ちょ、テンポ行こう。これがあるからテンポ行かれてんのか、なんか外とどうなってんだ。ああ髪の毛で押さえつけられてんだ。だって普通にあるよね。いえ、はあ、マジで分からん。電話とかじゃないよね、別に。取るマークが出ないんだよね。これ冷蔵庫なんだ。いや、わかんねえ。しかもアイテム取らないとさ、先に進めないっていう可能性もあるからね。またローディングが始まった。大丈夫か。ここやっぱテンポがいかれてるよ。テンポが、テンポ行かれてるけどさ、いないんだよね。テンポだなマジでわかんねえ。これか。そりゃ分からんわ箱に詰められるもの。山の各所から見つかる黒い箱、人々の生死観と自然への恐れが詰められている。人柱、黒き沢を沈めるために。黒き沢、インゼ、死後の世界の境界、生命の源である水の底、死後の世界がある。読みは読みそのもの、清涼な水と混ざり合う危険をはらんでいる。生と死は境界は曖昧。山の巫女たちは山へ入った人々を見取るとき、その記憶を引き受ける。他の地方にある口寄せの巫女に近いものだと思われる。
死にゆく者の記憶を引き受けているのだろうか。死にゆく人、氷上山の巫女たちは人々の死を見取り引き受け、秘密を抱いて箱を封じられる。巫女は人と死を媒介する水によって、氷上山の巫女は一体通り死を司る、生を支えるため。セーブされた。やはりあれを取らなければ先へ進めなかったな。彼女たちは二つの重要な役割、一つは山に集う人々の死を見とる、そして水の清らかさを守るため選ばれた巫女たちが常しえば人柱として水に捧げられていた。あの黒い箱に入れられて、いる花嫁、どうかなかろうか。全部やばくね。来るか、マジか。開くんだけど、こっち開くのかよ。誰？多くない？多くないですか？ちょ待って、多すぎてさ、わけわかんないんだけど、一回。広いとこなんてないよ。出てきた。なるべくいろんなやつらを一緒に巻き込みたい。ちょっと待って、囲まれたんですけど。亀の構えられ、あれ構えられ、お前消えろ。誰か一人を犠牲にする。多すぎてさ、でも訳分からんわ。ここそ90を投入するときだ。残り2枚。あ、待って、一体倒したか。もう1枚しかないですけど、90でいくしかない。一撃必中。ここだ。消え去れ。まだいるか。あ、倒した。で、どこ行けばいいんだ。とりあえず第二倉庫見よう。一人ずつ安否を確認する。姉妹にしか見えない。へえ。あ、年を取らないんだ。いいな。あ、年を取らないのがいいかって言われたら、ちょっとすっげえ濡れてんだけど。なんか今、声しなかったのか分かんねえな。あの音量はそんなに大きくしてないんで、怖いから。基礎か。ほう。幽魂を待つ巫女たち。幽魂。渡来剣士。箱の中の巫女、生と死の狭間の存在となり、永遠に生と死を繰り返しながらゆっくり水へ溶けていく。激しい痛みと苦しみを伴う。嫌だな。苦しむ巫女の魂を沈め、柱としてより長らく生き続けられるよう行われる儀式、幽魂。一人苦しみに耐え続ける巫女に、巫女を目合わせるため生きている男を山へと招き入れる。ちぎりを交わす。男とか巫女とちぎりを結ぶ一瞬だけ巫女の魂が現世に帰ってくる。伴侶を得た巫女再び箱へ戻る。柱であり続けるために。
それは生死を超越した人の思いのための儀式。人を愛し生きるこの国の人々に根強く思想を表している。やっぱこれ感じですか。自分が撮ってる姿がさ、見えるのがウケる。こうやって撮ってんだっていう。しかも90フィルム使っちったよ今のに。1枚まだ監視しなきゃダメ。もうザコレイは07で対処するしかないからな。ルイちゃんは大丈夫。やつか。これいつの画面？どういうこと？前に来たことがある。遊魂が行われていた。遊魂の前行こう。開かない。待機室で待つか。あれどこだ？ここがちぎりの間か。ここら辺なんかエンディングまだ分岐しないか。いっぱいいる。よりどりみどりだ。顔はよく見えない。これルイっぽい。こいつは？氷上山で行われた儀式の本当の意味を知った蓮。生に執着をなくした人々が訪れる山、氷上山。そこは移しようと隔離を分かつ場所だった。人を山を訪れた人々はここで生を終える。その生を水へキス巫女たち。巫女は人々の最後の思いを見取っていく。そして最後には彼女自身たちが人柱となって箱へ入れられる。遊魂とは人柱となった巫女の魂を沈め、ちぎりを交わした二人を箱に沈める儀式。巫女たちは陰勢とつながる泉に沈められる。すべては水へとつながる。結局あのでっかい女戦わなかったな。驚かされるだけで。はい、というところで13の雫終わりまして、次が週の雫、最後の話ですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると幸いです。